三崎隼選手は永遠の正面感っていう感じがとても私は好きです。後半に対してはちゃんとお兄さんしてる姿にキュンけど、年上の方たちに対してはちょっとやんちゃしちゃうところ、そこにもキュン。でもナイスプレーをした時にこうカメラとかに抜かれた時、そのナイスプレーした後の笑顔が爽やかすぎてマジでキュン、本当に好きです。今年もそのたくさんの爽やか笑顔を見せてもらえたら嬉しいなと思っております。